違いか。キラキラアイドルが気になるみたい。指先を強く繋ぎ合う。
また好きになってくる私、君のためにぬくもりをあげたい。見つめ合えたら何も迷わない、優しい君だけ大切にしたいの。Story of
の音楽祭池田公園にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。早速自己紹介していきます。はい、赤色担当アリセナナです。はい、アマーギョスレイご招待パートルだったアマシラモネです。アマネです。はい、幸せピンク浜崎シェアです。じゃあ白色担当橋本沙織です。沙織、私たちアムールです。よろしくお願いします。続いての啓発イベントはですね、 NPO 法人のリブフォーライフミラクルキンさんによって行われています。神田美奈子さんは急性骨髄性白血病という病気を患い、38歳という若さで亡くなられました。治療してもなかなか改善しないという極めて稀な白血病で、治療方法として骨髄移植が考えられましたが、骨髄バンクでドナーが見つかるまでも猶予すらないという状況だったそうです。そんな闘病生活の中で少しでも多くの人に骨髄バンクのドナー登録を広めようと、白血病患者のための NPO 法人ギブフォーライフを設立しました。はい、その骨髄ドナー登録についてなんですけど、登録は20歳以上55歳未満の全ての健康な人にしていただけます。で、骨髄の、ドナーの適合する確率っていうのが兄弟姉妹間だと4分の1で、赤の他人となると数百から数万分の1以下っていうすごい低い確率なんですね。なので骨髄ドナーを希望、移植を希望している全ての患者さんが骨髄移植を受けるには一人でも多くの方の協力が必要となります。現在は登録してくださる方の人数がすごく減っているので、救えるはずの命が多く失われてしまっています。なのでぜひここにいらっしゃる皆様、お一人お一人の行動がたくさんの人の希望となるので、ぜひご協力をお願いします。またですね、日本赤十字社を通して難病支援の募金も行っているので、ぜひ皆さんご協力をよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、私たちからもさらっと告知をさせていただきたいなと思います。はい、アムールは毎週土曜日26時30分からエヘマイツアにてアムールラジオ放送してます。イエーイ。はい、こちら、スマホのラジコというアプリからも手軽に聞けるので、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。お願いします。そしてただいま YouTube にてサマースカッシュのミュージックビデオが公開されているので、そちらもチェックしてください。お願いします、はい、お願いします。私たちなんと今日の夜、はい、今日の夜ですね、伏見ライオンシアターにて、はい、マイナス100円プラス P のライブを行います。やばい、こちらですね、私たち100人来ないと帰れません。帰りたい。そう、帰るにはあのライブハウスの箱代を自腹で払わないと帰れないんで、そうなんですよ。本当にお願いします。今日私たち初めて見たよみたいな方でも、はい、今日の夜ちょっと暇だよ家帰っても奥さんいないよって方は絶対来てください。お願いします。お願いします。そうだよね、そうだよね、そうだよね。はい、カメラチャージとかもなしでね、今回はライブ入れるので、カメラが好きな皆さんもぜひ500円握りしめて来てください。よろしくお願いします。新曲聴いてください。8月22日。背中を追いかけたあの夏には今さら戻れないの。次が日々思い
愛あふれる涙、いつまでも会いたいなんてもう言わないから、焦がれた夏が過ぎて、憧れをかき集めて、君と
ムルコロン